拳銃出した。本当に捕まえちゃうかもしれない。ウェアドゥーゴーフロムヒアがぴったりだと。本当ですか。ロンリーチャップリンじゃないんですね。なんでやねん。アフレカファッションチャンネル。どうも、こういちです。私がナロジです。よろしくお願いします。お願いします。さて今回は横浜ロケ。あ、ロケしましたもんね。はい、その横浜ロケの。あ、楽しみ楽しみ。はい。はい。お届けしたいと思います。はい。では早速、どうぞ。いや、気持ちがいい。ねえ、本当にそうですよね。しかしこのポルシェの数がすごいす。いや、すごいですねこれ。神奈川県警いましたか。あ、ほんまや。神奈川県警や。ニアミスでデカが通りかかりますから。ねえ。県警の心有事見てくれ鈴木正幸の。デカが神奈川県警の、これすごいね神奈川県警察。もうちょっと近づいてみますか。うわ、この奇跡の謎のコラボ。うわ、すご、拳銃出した本当に捕まえちゃうかもしれないこれすごいねこの神奈川県警マジで。これでもどういうことなんですか。110ですもん。しかも110番ですもん。ちょっと正面も見てみます。はい、これすごいな。これ中見て、これ本格的すぎない。これはあ、すごいすごいっすね。パトランプに本格的だよこれ、ね、すげえ、すごいっすね。すごい、マジすごい。皆さんのこだわりと愛がねえ、ほんと今日たまたまですよねこれね。やってた、通りかかっただけでね。そうそう、びっくりした。そう、僕がここにコスプレして訪れてる人みたいになってます。ほんとだ、ほんとユージのコスプレして訪れてる人になってる。奇跡の神奈川県警さすでもさすがにあのポルシェには酔っかかれないっしょ。酔っかかれない。怖いっすよねだって。多分触れないでくださいとかあるんですかね。うん、いや触っちゃダメでしょ、ね、そうですよ。基本的には多分持ち主の方がね、そうオーナーがこうやってドア開けたりとかする分にいいんでしょうけど、絶対それは。いやーすげえなー。ポルシェミーティングっていうんですかね、これはよくわかんないけど。いや、すごいわ。すごい、ほんとすごい。肩に乗せて、あなた、それ。その、南さん、南くんの恋人みたいな。いや、やっぱりユージ、ユージくんの恋人？ゲストが必要ですよ、やっぱりね。ユージとやっぱタカですからね。タバコ持っちゃって、はい、タカさん。あれ、横浜は路上喫煙大丈夫でしたっけ？ダメなんじゃないですか、やっぱり。タカダメみたいだよ。タカダメみたいだよって。いや、すごいね、ポルシェ、マジでこれ。ほんとすごい。緊張感あるんだけど、ちょっと俺、うん、今。いや、なんかこれに来た人みたいになってるんですかね。ねえ。僕らはね、ユージのコートを取りに来たんだけど。そうっすね。ポルシェを目当てに来た人。そうっすね。いや、すごいよな。たくさんだよ、ほんとに、ね、でもタカはポルシェ派じゃないかな。あー、有事的にも。まあ僕らは日産ですから。そうですね、レパードですよね、やっぱり言っても。いや、すごい、すごいっすね。すごいんですね。そう、ただ残念ながらポルシェ詳しくないので、あんまりコメントすることないんですよね、実はね。ないんですけど、多分マニアからしたら、ってこれがもしレパードだったとか、はい、日産のね、はい、その GTR だ、フェアレディだってだったら、また変わりますね、これは。そうですね。いや、すごいよな。すごい。ほんと色とりどりだよ。頭おかしい人に見えてるんですよね。人形持っちゃった。人形持っちゃって歩きながら喋ってますからね。秋葉系と一緒です、ね。なんかね、ほぼね、なんか肩に乗せてますからね。やってることはね。ねえ。いや、いいですね。
背景とね、タカの人形を持った赤レンガと、おいさんをなめの赤レンガ、いや赤レンガだよ、タカ&ユージですよ、いや赤レンガすごいな。じゃあちょっと退出します。はい、そこに入れるんや。いいですね。横浜はどれぐらいぶりですか？横浜はね、半年ぐらいかな。あ、おそらく一回前来た時はそれこそ中華街で小籠包食べたり。いいですね。食べ放題とかね、いっぱいあるじゃないですか。はい、いいですよね。いや、これ黄昏たくなりますよね。これはうん、今なんか BGM なんかかかってます？自分の中でかかってます。何かかってます？これ Where do you go from here? あー、それなんだ。いいです。ねえ、すごいよね、こういう風景。こんな角度から何すごい。いや、本当、Where do you go from here がぴったりだと思う。本当ですか、うん、ロンリーチャップリンじゃないんですね。なんでやねん。ロンリーチャップリンじゃないんですね。じゃない、じゃない。違う違う、そうじゃない。ただ、負けたいんじゃない。マジさんの。じゃあ、リスペクトしますかね、マジさんも。そう、鈴木雅之の PV みたいになってますよね、だって。こんな見事ね、そうそう、何のプロモーションしてるの。本当に面白い。いやいいですね。そして、はい、これ前方に歩くとさっき言ったインターコンチがね、あー、インターコンチネーターのカウンテル、あー、いいっすね、見えてきて、憧れですよね。えいいっすね。そう、こっちのその何もない方もいいっすよね、臨港パーク。いやー、ほんといいっすよね、これ。いや、ここいいとこ教えてもらいましょう、俺マジで。このなんかブリッジがある感じとか、こうね、はい、なんか山下公園とまた違う、じゃあ、うん、表情、うん、わかります。すごくいいと思います。いいね、うん、たまらんですね。いやー、ステンカラーコート、あ、ちょっと襟が、ちょっと襟を U 字っぽくしていただきまして、そうですね、そうしていただいて、いや、いいですね、最高じゃないですか、小石さん、ね、本当にあのやっとのというロケですからね。そうね、本当念願でしたもんね、横浜ロケは。ずっとやりたいと、やりたいなと思ってて、あのいろんな、ね、コメントあるじゃないですか。そう、やるんだったら横浜でやったらどうですかみたいなね、コメントとかあって、そんなの分かっとんねんみたいなね。もちろんそれはもう分かって、重々承知の上ですと。それでね、タイミングというかいろいろね、いろいろありましたからね、それを実現できたっていう。そう、最高のこのステンカラーコートをまとっての横浜ロケです。感慨深いもの、今日いっぱい走りましたね。しかし走りましたね。これはでもあの次へのステップになりますよ、うん、U 字走り、うん、もうちょっともうちょっとね、鍛えた方がいいかなみたいな、うん、そのやりたい熱に火がつきました。なるほど、もうちょっとだけでも近づきたい。近づきたい、なぜならその当時と今の僕のね年齢、当時の京平さんと僕の年齢近いので。あ、確かに。ただやっぱあの瞬速はすごいですね。うん、確かにね、足の運びとかやっぱえぐい。うん、あれはね、それ盗塁決めるわ。いいですね、いい目標がまた一つできましたね。できました、はい、最高です、はい、完璧。今これね、オフショットになってますけど、確かにステンカラーコードじゃないんで、ステンをちょっと濡らせないので、はい、今は違うんですけど、いやー、また赤レンガ倉庫戻ってきましたけど、これまたこれ夕方の雰囲気は雰囲気で最高ですね。なんかエキゾチックですよ、ね、確かに、うん、エキゾチック、妖艶な感じ、本当ですね、雰囲気あるな。
色っぽい。なんかそうそう、色っぽいです ね。見てられるのがすごいですよね。確かに見ててね、綺麗だなと思う。これですからね、このそう、フェリーね、豪華客船で。あれの手前はあれですね、サザンオールスターズの歌に出てくるマリンルージュ。あ、マリンルージュか。マリンルージュで愛されて大ごちそうでの。あ、はいはいはい、マリンルージュ。サザンですね。サザン、なるほど。建物が本当に美しい。だから中が綺麗になってるってことなんですかね。また楽しみですね。ね、改装しててね、うん、今ね。ポルシェはこのままなんだな。多分何日間かやるんだ。まだずっと置いてんだな。ね、多分。さて、もう一回神奈川県警、はい、見てみますか。これは遊んでるわ。遊ぶ、遊んでるこれ。めっちゃおもろい。すごい。いやいやいや、こんな遊び贅沢な。こんな遊び方。めっちゃ面白い。やばい。何これ。ね、本当そんな感じですよね。これすごいよ。やば。ポルシェだもんね、これが。ほんで、あのポルシェの数ね、すごかったっすね。すごかったっすね。うーん、予期せぬあのイベントというか。しかしあのパトカーすごいっすね。いや、やっぱり、ね、その中でもひときわ異彩を放ってましたね、うん、あの壮観なそのポルシェの軍団の中にもね、横浜異彩を放ってましたね。あの神奈川県警、神奈川県警か、神奈川県警やばいです、ね、やばかった。あのパトカーやばい。で、あれは本物のポルシェなんですよね、あれ。それがすごいですよ、ね。当時で3台しか作らなかったって言ってましたよね。で、もううち2台はスクラップされてて、うん、あれしか残ってないっていう。ラスト1台、ね。ラスト1台だ。あれは保存すべきだということで。そうそうそう。今のお姉さんが引き継いで。そう。本当あれたまたま引き継いだというか、たまたま本当に生き残ったっていう感じでしたよね。おっしゃってましたよね。うん。だからもう、ね、この世に1台しかない、その正式なポルシェの神奈川県警。そう。いや、あれすごいわ。スピーカーからパトランプからね。あれはちょっと鳥肌だったな。ですよね。撮影も一番人気でしたよね。そうです。やっぱりカメラもね、あの車、カメラの数も一番多かったですよね。いや、あれはすごかったわ。中もね、本当に警察車両というかね、すごかった。圧巻でしたよ。圧巻。でした本当に。ということで、これは番外編でね、本当たまたまロケ日がそのポルシェイベントだったということで、そう、ちょっとゆるくね、練り歩いてみたという感じですね、はい、ということで、その模様をお届けさせていただきました。はい、そして次回はですね、はい、危ないデカ第43話、脱線、はい、こちらの回をお届けしたいと思います。はい、それでは危ないデカファッションチャンネルのチャンネル登録とグッドボタン、そして LINE アットの登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。そしてですね、はい、アブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のステンカラーコートが完成しております。イエーイ。はい、横浜ロケの動画も上がってますけど、はいはいはい、こちらのコート、ただいまですね、2023年の1月末まで、はい、特典価格でご提供してます。はい、そのお披露目動画もね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。